悲願の J3 参入に向け快進撃を続けるサッカー JFL の奈良クラブの選手たちが奈良市内の農園で稲刈りを行いました。素晴らしく出来上がった米を収穫してまた残りの試合に向けてパワーにしていけるようにまた今日皆さんと一緒に収穫ができればいいなと思います。稲刈りにはフリアン監督や得点王争いをしているフォワード浅川選手をはじめ選手やサポーターなどおよそ20人が参加しました。稲刈りが行われた奈良クラブ農園は地元でいちご農園を営む萩原健二さんの協力のもと今年6月に選手とサポーター地元の人たちが田植えをしたおよそ15アールの田んぼです。選手たちはコンバインや鎌を使って人々と触れ合いながら作業を進めおよそ500キロの米を収穫しました。この取り組みは今年からスタートさせた地域貢献活動奈良県39市町村応援プロジェクトの一環。 J リーグは地域に根ざしたチーム作りを理念としているだけに J 参入を目指す奈良クラブにとっても人々との交流は大きな励みとなっているようです。Tenemos muchas ganas de acabar el trabajo que empezamos ya hace muchos meses. Nos quedan cuatro partidos. Cada partido va a ser más difícil, con más presión. Pero hay que intentar sacarlos adelante y seguir compitiendo lo bien que lo estamos haciendo para recoger los frutos que hace muchos meses que trabajamos en ello. 収穫した米はフードバンクへの寄付やホーム最終戦でスタジアムグルメとして提供することなどが検討されています。